英国式、ブラスバンドは、サクソルン族の金管楽器と直管楽器のトロンボーン、打楽器で構成される金管バンドである。日本では吹奏楽のことを指して、ブラスバンドということがあるが、イギリスでは吹奏楽は、ウィンドバンドとして、明確に区別されている。19世紀前半、イギリスの労働者階級を中心に禁止運動の一環で、労働者階級のレジャー。 レクリエーションとしてのブラスバンド運動が起こった。イギリス各地で職場バンドや市民バンドが創設され始める。当時のブラスバンド編成は現在とは大きく異なり、クラリネットなどの木管楽器も含まれていた。19世紀半ば、アドルフ・サックスにより、音色の統一を目的としたサックソルンが開発され、1851年のロンドン万国博覧会で発表されると、 ブラスバンド編成に取り入れられて中心的な楽器になっていった。1853年に初となる継続的なコンテストであるベルビューコンテストが開催されるようになり、ブラスバンド編成の統一、演奏技術の向上が促された。19世紀後半に旧西軍のブラスバンド、チャールズ・フライが賛美歌を金管楽器で演奏し、組織的にブラスバンドが取り入れられるようになった。 また、18世紀から19世紀にかけて起こった産業革命により、印刷技術の革新が続いたことで、楽譜の大量印刷と出版が可能になり、より容易に譜面の入手ができるようになったことも、ブラスバンド運動の拡大につながった。20世紀にはクリスタルパレス。コンテストが始まり、ブラスバンドのオリジナル曲が作曲され、レパートリーの拡充が進んだ。 現在の英国では街に一つはバンドがあるというほど普及しており、2000ほどの団体が活動していると言われている。地域に密着した存在となっているようで、企業がバンドのスポンサーになるのも通例である。他にも、米国や甲州、欧州各地で、ブラスバンドは盛んであり、日本でも徐々に定着しつつある。ブラスバンドの編成代表的な編成は、以下の通りである。多くの楽曲は、 レギュレーションされた以下の28人編成を前提に作曲、編曲されている。コルネットセクションは通常10名と最も人数が多いセクションである。多くの場合前列と後列に分かれ、前列はフロントローコルネットと呼ばれ、ソロコルネットと呼ばれるパートが配置される。後列はバックローコルネットと呼ばれ、ソプラノコルネット、リピアノコルネット、セカンドコルネット、 サードコルネットと各パートが配置される。ソプラのコルネットは E の調整を持ち、実音に対し単三度低い音で寄付される。それ以外のコルネットは B の調整を持ち、実音に対し超二度高い音で寄付される。いずれもトーンプ表で寄付される。ソロコルネット通常4名、主に主旋律を担当する。ソロコルネットの主席奏者は、プリンシパルソロコルネットと呼び、 コンサートマスターのような扱いを受け、単独ソロを担当することが多く音楽性の豊かな奏者が担当することが多い。その補佐をする奏者1名をアシスタントプリンシパルソロコルネット、残りの2名をトゥッティソロコルネットと呼ぶ、ソプラノコルネット通常1名。主旋律の最高音を担当したり、ソロを担当したりする、ブラスバンドの華やかさの決め手となる重要なポジション。 管の長さが短いために安定した音程を取りにくい。楽器とされる。楽器の改良が B 管のコルネットに比べ進んでいないことも困難さに拍車をかけている。リピアのコルネット一番目の伴奏パート、通常一名。副旋律を担当したり、ハーモニーを構成していたり、隣にいるソプラのコルネットと旋律を吹いたり、様々な役割の演奏を要求される。しかし、 教会の金管バンドには一般的なパートではない。セカンドコルネット2番目の伴奏パート、通常2名、主にハーモニーや打ち込みを担当し、サードコルネットと共にホーンセクションとの音色の融和も求められる。サードコルネット3番目の伴奏パート、通常2名、主にハーモニーや打ち込みを担当し、セカンドコルネットと共にホーンセクションとの音色の融和も求められる。 ホーンセクションは英国式ブラスバンドにおいて特徴的なパートであり英国式ブラスバンドとしてのサウンドを決定づけるフリューゲルホルン通常1名コルネットと同じ B の調整を持つコルネットに比べ管が太いため柔らかな音色になるゆったりとした場面でソロを担当することが多いコルネットに比べて高音域の演奏が難しい実音に対し調2度高い音にて トーンプ表で寄付されるテナーホーにイギリス以外ではアルトホルンと呼ばれる通常3名でソロ、ファースト、セカンドの3パートに分かれていることが多い EE の調整を持ちソプラノコルネットの1オクターブ下の音域を受け持つ通常ハーモニーを担当するあまり楽器の改良が進んでおらず高音域や低音域の演奏が他の楽器に比べ難しい 実音に対し超6度高い音にて、トーンプ表で寄付される、バリトンバリトンホーンと呼ばれることも、稀にある。通常2名で、ファースト、セカンドに分かれていることが多い。B の調整を持ち、コルネットの1オクターブ下の音域を受け持つ、ユーフォニアムよりも、若干細めの管である。あまり目立たないパートではあるが、音楽的にも、座席でもテナーホーン、トロンボーン、 ユーフォニアムの間に位置するため、各パートとの連携が多く重要である。実音に対し長久度高い音にて、トーンプ表で寄付される。バスビーではえ、音符表の表示も認められている。トロンボーンセクションは、B の調整を持ち、バリトン、ユーフォニアムと、同じくコルネットの1オクターブ下の音域を担当する。円錐管主体の英国式。 ブラスバンドの中で唯一の円筒管楽器としてピストンではなくスライドという柔軟な音程調節機構を持つ楽器として極めて重要である。鋭く硬い音形でサウンドにメリハリを持たせたり完全な和音を構成し他の楽器とハーモニーを組んだりする。戦前の旧西軍金管バンドでは伸び縮み曲がり金と呼ばれていたトロンボーン通常2名でファースト セカンドに分かれている。旧西軍の境界金管バンドには、ソロトロンボーンというパートが出している楽譜も存在している。実音に対し長級度高い音にて、トーンプ表で寄付される。バストロンボーン通常1名、トロンボーンセクションの3番目として、またベースセクションのトップとして活躍する重要なパート、太い独特の音色からソロを担当することもよくある。 昔境界金管バンドのサクバットと現在のトロンボーンが混在しているゆえに英国式ブラスバンドで唯一へ音符表で実音寄付する楽器となった。チューババスベースセクションは低音域を支えるセクション。典型的にはアップライト式のバスを使用するのが主流である。他の演奏形態では滅多に見られないミュートを使用する機械が多いのも特徴的である。 ユーフォニアム通常2名、B の調整を持ち、バリトン、トロンボーンと同様に、コルネットの1オクターブ下の鬼域を受け持つ、ソロコルネットと同様、主にメロディーラインを受け持つ、柔らかい音を持ち機動性に富み、ソロ楽器として活躍する。バリトンとセクションを構成したり、ベースセクションと連携することもあるが、比較的独立したセクションと考えられていることが多い。 実音に対し長級度高い音にて、トーンプ表で寄付される。E バス E の調整を持つバスを使用し、通常に名営。日本国内では、S バスまたは、小バスと呼ばれることが多い。缶の長さの割に大きいベルを持ち、豊かで柔らかな音色がする。演奏が容易で広い音域を持ち、機動性に富むのでソロを受け持つことがある。実音に対し長13度高い音にて、トーンプ表で寄付される。 B バス B の調整を持つバスを使用し、通常に名。日本国内では、ベバスまたは、大バスと呼ばれることが多い。最低音域を担当し、太く安定したサウンドを生み出す。見た目は、鈍重な楽器だが、E バス同様に音域が広く、想像以上の機動性を持つ。他の演奏形態のチューバの譜面に比べて平均的に、1オクターブ前後低い音域を担当するため、 高度な基礎能力が奏者に要求される。実音に対し長16度高い音にて、トーンプ表で寄付される。パーカッションセクションは、打楽器全般を通常3名で担当する。典型的編成としては、ティンパニー1名、ドラムセット1名、クロッケンシュピールやシロフォンといった音階が楽器1名というのが多い。3名という人数を最大限に活用するため、 楽器の持ち替えが多用される。他の演奏形態では、金管楽器には鋭く刺激的な音色が要求されるが、英国式、ブラスバンドでは、パイプオルガンのような騒音で柔らかく落ち着いたサウンドがする。これは、楽器のベルが観客に向くことなく配置され、サラウンド感のあるほどよく調和された、関節音を聴衆が聞くことになるからである。他の編成に比べビブラートを多用することも、 特有のサウンドを生み出す要因の一つとなっている。そのため、サンビカのような美しいハーモニーを持つ楽曲の演奏に適しており、旧性群の布教活動に極めて効果をもたらした。一般に座席配置はこの字型と言われるが、実際には馬蹄型に配置することが多く、実際その方がより良い音がすることが多い。カテゴリー、ブラスバンド曲も参照ブラスバンドは、 金管楽器と打楽器で演奏するため、それぞれの楽器の扱われ方も他のジャンルと異なる。給付が少ないことからも、耐久性、持久性が要求される。ブラスバンドのオリジナル作品というのは多くあり、古くはエルガー、ボーン・ミリアムズ、ホルストなどの大作曲家も作曲している。またブラスバンド作品を中心とする作曲家型、ジャンルから、ブラスバンドへのアレンジを積極的に言ってもいる。 ブラスバンドのコンテストはより向上心を煽るため、イギリスでは昔から盛んに行われていたが、近年になってヨーロッパ選手権などが模様されるようになり、徐々に広がりを見せている。代表的なものには以下がある。ブリティッシュオープンはプロアマ混合の大会であるが、ほとんどアマチュアの大会である。上位のアマチュアの団体は比較的ハイレベルである。内容はセクションごとに、 回想分けされ、演奏レベルで区分される。ほとんどが課題曲で審査され、審査はブラインド審査といって、あらかじめ渡されたスコアによって、減点方法で評価する。また、コンテストの開催は、ブラスバンドのレパートリーの形成にも大きく、貢献している。全英選手権を立ち上げたジョン・ヘンリー・アイルズが1913年に、パーシー・フレッチャーに移植した、労働と愛は、 歓言楽作品やオペラからの編曲をもっぱら演奏していた当時のブラスバンド界において貴重なオリジナル作品だった。その後、毎年課題曲として新作が書き下ろされるようになり、上日のエルガー、ホルスト、ボーン・ウィリアムズらもアイルズの依頼でブラスバンドのために筆を取っている。現代においても上日のスパーク、ウィルビー、エレビーなどの代表作の多くが、 コンテストにおける異色から生まれている、スポンサーによって名前が変わることがあるが、100年以上も続くバンドもある。ありがとうございます。